にちは、宇部です。どうぞ。今ですね、灼熱のディズニーシーリードワイルドに来てます。もう俺の顔真っ黒でしょ。今日7月のとある日です。今日の東京地方、最高気温の予想34度、現在ですね、もう気温30度オーバーしてまして、時間は11時前です。これからですね、右のトロピカルスプラッシュ1回目、そろそろ1時間を切りましてですね、まあご覧の通りリードワイルすっごいです。まずあの柵から前の座りエリアはですね、もうほぼほぼびっしりですね。これって柵から下がったところはちょっとこんな感じで、まだ若干2列目などはですね、こうまだ一応ちょっとだけ空いてるような感じですね。はい、これがですね、現在の7月東京地方最高気温予想34度の午前11時のリードワイルドの状況です。すっごいです。まあでもね、ちょっとね、俺の常々一個疑問なことがありまして、いくら水をぶっかけるショーとはいえ、ここのね、日陰が何にもないこのリードワイルドでショーをですね、2時間3時間待つっていうのがね、どうにも個人的にはこの本末転倒の気がするわけですよ。なんて言うんでしょうね、もうね、熱中症になる、倒れる寸前までギリギリまで我慢してここでショーが始まるのを待つって、それで水をかけてクールダウンを冷やしてもらうっていうのがですね、どういうこの二律背反って言いますかね、なんか矛盾がある気がしてならなくて、だったら日陰で涼しくしてようよっていう気がどうしてもしちゃってですね。なのでバランスと言いますか、個人的にはね、始まる、まあ、10分15分ぐらい前にサクッと来てバーッと水浴びて帰るっていうのが、僕はこのディズニーの水かけイベントの楽しみ方だと、まあ個人的にはね、ちょっと思ってます。まあでもね、撮影とかやっぱしたい人もいるでしょうし、現に俺もこうやってとかなんやかや言いながら、まあね、1時間以上前から待って撮影用に場所取りしてますので、まあ、ね、皆さんの気持ちもわからんではないんですが、まあ、原則俺撮影する以外は10分15分待ちって感じですね。サクッと来てサクッと帰るっていう感じで、まあ、あんまかぶりつきにはまあこだわらないようにしてます。で、ちょっとね、リードワイルって水かけイベントといえば、ちょっと友達の実話で面白い話があるので、ちょっと皆さんにお聞かせしますね。ね、今を遡ること、何年前だろう、5年ぐらい前かな。当時このディズニーシーで水かけイベントでチップとデールのクールサービスっていうのが当時だったんですね。で、その当時からこのリドワイルっていうのはこのズブ濡れエリアっていうふうに呼ばれてて、そのクールサービスの最後の最後はリドワイルだけがものすごいこう大放水が行われるっていう当時は内容だったんですね。で、その俺の知り合いがそのリドワイルでその最後の最後水かけイベントを味わいたいってことで、もうね、2時間3時間ぐらい前からリドワイルドの先頭土線をですね、この灼熱の33度34度の中をですね、こう土線をですね、じっと我慢して場所取りしてたんですよ。で、まあそいつも苦行というかね、もう修行ですよね。もう汗水ダラ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 流してですね、ずっと場所取りしてたんですよ。で、そしたらね、始まるね、3、40分前にね、突然スコールが来たんですよ。いわゆるゲリラ豪雨ですね。雨ドバーッと来て、で、めちゃくちゃもうそれでびっしょりになっちゃって、でもそいつはね、どうせあとから濡れるんだからいいやって言ってね、もう雨上等上等って感じで、特にカッパも着ず、荷物だけビニールに来るんで、もうちょうどいいウォームアップだわって感じで、上等上等よっしゃよっしゃって感じで、そのゲリラ豪雨を周りのみんなと一緒に楽しんだそうなんですね。で、これで、おい、もういいウォーミングアップだって、で、さあ本番だぞって待ってたら、5分ぐらい前にね、雨止んだんだって。で、やったやんだと思って、さあやるぞと思ったら、なんとまさかのですね、上空に雷雲が発生してて危険ですので、ショーを中止しますってなって、5分前に中止になっちゃったんだって。でね、そいつずぶ濡れ損で、でもさ、お前リドワイルでずぶ濡れになれたから目的は達成できたんでいいじゃんか、
って言ったら、まあそうだけどさって、いやそうじゃないんだよって、同じリドワールでずぶ濡れなんだけどね、いやそうじゃないんだって言ってるの、ちょっと面白かった。俺の中じゃでもね、リドワールでずぶ濡れになったんだからお前ええやんけって感じで、もうめちゃめちゃかなりそれ面白い、まあネタになったんで、まあ、当分その方を突っ込んでいじってましたけどもね。なのでこの原則ね、この水かけイベントっていうのはゲリラ豪雨ぐらいではまず中止にならない、雷雲が来ない限りは中止にならないので、まあ、あの天然の雨とですね、この小の雨が混ざってですね、いつもより2倍3倍多くずぶ濡れになるっていうことも時にはありますので、まあゲリラ豪雨とね、小が合体した時の水の量ってのはそれはもう半端ないですよ。まあとかとか、そんな楽しみ方もありましたね。はい、こんな感じでこの灼熱のリドワールを見るといつもそいつのことを思い出しますという雑談でした。はい、ではでは。